はい、こんばんは、コータです。今回はアパッシュのウェブサイトについてちょっとお話ししたいと思います。今回はちょっと皆さんと追って見ていきたいと思うので、携帯を画面録画してちょっと見ていきたいと思います。はい、ではまずこちらが、基本的には Google とか Yahoo で利用したアパッシュで調べていただければ出てくると思います。はい、で出てきて、そちらを開くと、ここのバーバーショップアパッシュのウェブサイトに入れます。で、一番最初トップページからちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、アパッシュのホームページを最初に出てくるのがアパッシュの初代のロゴです。この TCB って書いてあるアパッシュのロゴなんです。懐かしいです。これが一番最初に出てます。それをスライドすると取り扱っている商品だったりとか写真が見れます。まずはブロッシュ、ウォール、あとはちょっとイベントとか、まあ、イメージ写真が載ってます。ここをね、もうちょっとしたら大町店ができたので、大町店の外観とか、あとはそれに伴って本店の外観とかの写真をちょっと入れていきたいなと思ってます。で、アパッシュの一番の特徴は、それぞれのページごとに川上さんの名言みたいなのが隠れてるんですよね。隠れてるというか書いてあるんですよ。で、トップページまず見ると、グレイトセンク、いきますよ。俺たちの仕事は高級車に乗れるようなことはない、ただお客さんに直接ありがとうって伝えてもらえる仕事なんだ、というふうな形に書いてある。バーバーをウェイオブバーバー、なかなかいいこと言いますね、川上さん。こんな感じで、まあこうアパッシュが掲げてるこう格言みたいなのがちらほら見れるサイトになってます。その下がオンラインショップの画像になってて、ここをポチッと押すとアパッシュで取り扱ってる商品のショッピングページに飛ぶことができます。まあ、ここはまたおいおい違う動画で紹介したいなと思ってます。では戻って、トップページはこんな感じです。で、右上のメニューボタンを押すと、こんな感じでそれぞれ見れるページがまたあるんですけど、2番目のバーバーショップを押すと、リューしたアパッシュのある程度のメニューだったりとか場所だったりとか、まあ、情報が見れます。ここにも書いてありますね。最後はハサミを持ってバーバーができればそれで十分と。はい、今でもまあ、そうかなってるのではないでしょうか。はい、で明日見ていきます。まずはプライスのメニューですね。トラディショナルカット&シェービング、基本的なメニューコースになってます。ヘッドスパとかパーマとかカラーとかそれぞれあるので、ここをチェックして料金がなんぼかっていう風な形が見れます。そしてオープンクローズ、あとはコンタクト、電話番号だったりとか、一応メールでも対応できるようにメールフォームがついてます。あとは Google のマップで地図が見れるようになってます。本店と本町店、はい。で、これが下に今出てきたんですけど、2016年に作ったウェブサイトです。だから今から4年前にできたウェブサイトです。最初は本当にもう僕が来たのがそれこそ3年前だったので、そこから僕がちょっとウェブサイトを作ってくれた方にお話ししてちょっと改善した形が今の形になります。で、このサイトを作ってもらったのがエレメントさんっていうところなんですよね。もともとは旭川で事務所を構えてたんですけど、今は札幌の方に事務所が移って、ちょっと会社が大きくなって今すごく活動しています。はい、今でもちょこちょこ連絡取って、そのウェブサイトの訂正だったりとか
買いたいところとかを連絡し合ってます、はい、エレメントさんのウェブサイト概要欄に貼っとくのでぜひチェックしてみてください。全国でも多分依頼すればウェブサイトを作ってくれたりとかもすると思うのでぜひお願いします。はい、では次トップページバーバーショップときたのでアバウト、はい、ここでは私たちの情報が書いてあります。ここにも名言が書いてありますね。泣いて笑えるほど楽しんでる会と、仲間と死ぬほど笑って楽しめる瞬間が大切と。まあ確かに川上さんはよく笑ってる印象がすごくありますね。はい、その下にまず CEO の正弘川上が写ってますね。腕組んで、はい、まあここもプロフィール載ってるのでぜひそのそれぞれの生い立ちとか性格とか書いてあるんで皆さんチェックしてみてください。このブログとか Facebook、Instagram のマークはそれぞれの、例えば Instagram ポチッと押すと Instagram に飛べるようになってたり、 Facebook を押すとこう Facebook に飛べるようになってたりするので皆さんもチェックお願いします。まあここは皆さんで見ていただいて読んでください。はい、次にスタッフ宮崎武の写真があって、次は西君、その次は鈴木拓磨さん、くん、たくさんの後が新人のノーブーですね。はい、ちょっと面白いのでぜひちょっと読んでみてください。僕のはないですね。はい、でラストがブログなんですけど、アパッシュは結構ブログ書いてます。今はちょっとこの YouTube 活動が盛んにこうメインで動いてる活動なので、最後は5月なんですけどブログも一応並行で書いてます。ちょっとここもブログのサイトを新しく見やすいようにしたいと思ってるのでちょっとお待ちください。一応今まではブログ書いて商品のレビューだったりとか、あとはアパッシュメンバーのその思いとかカットの仕方とかスタイル紹介などもしてました。なので昔のブログとかはここでチェックできるのでしてみてください。はい、結構書いてましたよ。うん、おアパッシュ YouTube チャンネル設立日、あ2019年2月9日にアパッシュの YouTube チャンネルができたんですね。だから今もうちょっとで1年半かになりますね。ここから今の YouTube チャンネルが始まったと言っても過言ではないです。はい、そしてまあさっきも言ったグッズの欄があるので、ここはまたちょっと別でご紹介したいなと思ってます。まあちょっとお問い合わせでどんな風に見ればいいのかっていうのがわからないっていう、ちょっと見にくい部分もあったかもしれないのでちょっと紹介させていただきました。基本的にはそのウェブサイトを見つけて新しく新規で来ようかなって思ってる方はバーバーショップの欄を見ていただいて料金だったりとか時間、あとは連絡先が書いてあるのでここをちょっとチェックして床屋の予約をするのがベストだと思います。はい、まあ、同業者の方とかはね、まあウェブサイトこれから作るよって方とかはちょっと参考になればいいなと思ってこの動画撮りました。今回は以上です。ありがとうございます。ぜひこれからも頑張って配信するのでよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンもよろしくお願いします。それではさよなら。